じてくれた。リキ君の知ってるミオはこんなことしてくれないでしょ。私も初めてだったんだけどね、キスって気持ちいいね。ねえ、もう一回しようか。何かな、リキ君。私ならいつでも準備 OK だよ。そんなにあっさり否定されるとちょっと傷ついちゃうな。ふーん、しぶといんだね。でもね、リキ君、その言葉を聞くのは私じゃないよね。私じゃなくてミオに言わなくちゃ。ちょっと焼けちゃうな。リキ君、先にこれだけは言っておくよ。ミオに会ってもきっと後悔する。余計がっかりするだけだよ。だからリキ君、早く忘れちゃおうよ。それがみんなが幸せになれる方法なんだから、ミオにとっても。そう、会ったところで悲しくなるだけ。それでもいいならヒントをあげるよ。さて、クイズです。ここには何があるでしょうか。正解。ここには空気があります。目に見えず触れることもできないけど、でも確かにある。そしてあそこにもある。ねえ、考えたことはないかな。ここにある空気もあそこにある空気も全ては等しく透明なのに、それなのにどうして空は青いんだろうって。何もないが重なり続けているのに、どうして空は青いのかな。あの日のこと覚えてる？海だって同じ。水は透き通るほどに澄んでいるのに、海と名を変えると青くなる。その青はどこから来るんだろうね。さて、ヒントはおしまい。ちょっとサービスしすぎたかな。じゃあね、健闘を祈るよ。バイバイ、リキ君。お姉ちゃんをお願いね。
まだ私のことを覚えているんですね。随分なうぬぼれですね。どうして私がここにいると分かったんですか？そうですか。あの子が、私とあの子を区別できるのは直江さんだけなんですね。どうしてですか？忘れるとか忘れないとかではないはずです。緑がいるじゃないですか。今ではあの子が西園美穂です。昔から、そしてこれからもずっとそのように世界が構築されるんです。終わらない世界、あるいはすでに終わった世界が続くんです。直江さんはその何が不満なのですか？あなたは不思議な人でした。いいえ、直江さんだけじゃない。京介さん、井ノ原さん、宮沢さん、凛さん、能美さん、久留谷さん、上北さん、西草さん、そして直江さん、みんな私に優しかった。私もいつの間にかあなたたちのことが好きになっていました。ずっと一人で本ばかり読んできたのに。青江さん、あなたは何も分かっていない。私は一人になりたいんです。私は白鳥になりたいんです。私はあの場所に行きたいと願いました。私がそこに行ったとしても私はずっと皆さんのそばにいます。緑、いえ、もう今はあの子が美穂です。皆さんがそう定義した以上、あの子が美穂なんです。そして私は誰でもない私になるんです。解き放たれるから、西園美穂であることから、自由になれるからでしょうか。直江さん、あなただけはまだ私のことを美穂だと認識しています。どうかお願いです。私を名前も持たない一人の私にしてください。あの子からは何も聞いてないのですか？そうですか。これは矛盾した願いです。よく見てください。私のことを忘れてほしいと願っているその私が、直江さんにこんなことを頼むのはとても矛盾した願いです。どうか覚えていてください。私のことは忘れても私の罪だけは忘れないでいてくれますか？
私のなくした影。あの子はそう言ったんですね。確かに満点の答えではありません。緑は私の妹です。私の大切な妹なんです。鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰？それは白雪姫ですよ、お妃様。ねえ、次のセリフはどうしたの？続きは。ねえってば。やっぱりこのままじゃつまんない。一緒に遊ぼう。あなたは誰？やだな、自分の妹も忘れちゃったの？妹？私に妹なんていないわ。このうちはお父さんとお母さんと私だけだよ。でもここにいるよ。ほら、いるでしょ。うん、いるよ。でしょ。お名前は緑。妹の名前なんだからもう忘れちゃダメだよ。緑？そうだよ、お姉ちゃん。みどり。じゃあ、遊ぼうよ。うん、遊ぼうか。お姉ちゃんはいいな。そう？私は緑の方がよっぽど羨ましいよ。どうして？私もお父さんやお母さんと話がしたいんだよ。じゃあ代わってあげようか。それは無理だよ。だってお姉ちゃんはお姉ちゃんだし、私は私だもん。そうだよね。ああ、私も学校に行きたいな。たくさん友達がいるんだよね。あの雲は何に見える？私はキリンだと思うな。
はリンゴみたい。そうかもしれないね。緑はどう思う？よくわかんないかも。そう、私はね、ねえ、つまらないよ。緑は、あの雲は何だと思うの？わかんない。わかんないってことはないでしょ？ほら、あれなんて馬みたい。王子様がいれば、本当に白馬に乗った王子様だと思わない？だから、わかんないって言ってるじゃない。ごめん。でもね、本当にわからないの。お姉ちゃんは、雲がいろんな形に見えるかもしれないけど、だって雲は雲じゃない。青い空に浮かんでいるのはただの白いモクモクした塊だよ。それが馬に見えたり猫に見えたり女の子に見えたりなんてしないよ。お姉ちゃんが私にそうやって聞くたびに、私とお姉ちゃんは本当に同じものを見ているのか、とても不安になっちゃうよ。ほら、あそこが頭で。For God's sake, my mic died. Oh my god. Sorry. ううん、なんでもないの。I talked so much. I spoke so much.どうして緑のことを知っているの？ね、No, I will not. You'll be treated as crazy.私やだな。でも、とっても優しい人だったよ。気に入ると思う。ねえ、ね、お姉ちゃんは、私がお姉ちゃん以外の人と話をしてもいいの？それは。やっぱり、そっちの方が嬉しいかも。そう。でもなんかやっぱり嫌な気がするよ。Yeah, you'll be taken. No. よし。Is you're not supposed to be here. Oh no.私も緑のいない日々が当たり前のようになっていったんです。少しぼんやりする頭で思い返してみると、やっぱり緑なんて妹は最初からいなかったんです。私はずっと一人っ子だったんだと、それが本当のことのように思えてきました。初めて病院に行ってから半年ほどしてからでしょうか、母が私に聞きました。ミオちゃん、緑は今どこにいるの？緑とは誰のことなのか、その時の私には思い出せませんでした。だから私は
そんな子は知らないと答えたんです。その言葉を聞いた母は久しぶりに嬉しそうな顔を見せました。それからしばらくして私は病院に行くこともなくなりました。そのまま、私は緑のことを忘れていました。あの歌に出会うまでは。学校の授業でその歌を教わったとき、私はそのまま気を失いました。そして保健室で目を覚ました私は緑のことを思い出しました。それは忘れてしまったときと同じくらい唐突な出来事でした。海と空の狭間で一人ぼっちに漂う白鳥、それが緑のことでなく Main forgot to miss off 他の誰だというのでしょうか。一人保健室のベッドで目覚めた私はその時確かに羽の音を聞きました。一羽の鳥が私のすぐ隣から飛び立つ音を聞いたのです。その姿は私には見えませんでしたが、きっと大きな白い翼を持った鳥であったに違いありません。私は私の大切な一部を失ったことを知りました。その日から私は日傘を手放せなくなりました。きっと緑は私のことを恨んでいる。あの子のことを忘れてしまった私を許さないでしょう。いつかきっと私の前に現れる日が来ると思いました。私はその日が来ることをずっと待っていました。私は緑に会って、そしてあの子の代わりになりたかった。何者にも染まらない白鳥になりたかった。空と海の間にある場所こそが私が子供の頃から憧れていた場所なんだと分かりました。私は緑にあんなひどいことをしたの、その罪を償うためではなく、私がそこに行きたいがためにあの子が再び私の前に姿を見せるの待ち続けたのです。お話は以上です。直江さん、どうか私の入った棺の蓋を閉じてください。あなた、あとは直江さんが私のことを忘れてくれれば、私はあの場所に行けるんです。白鳥は悲しからずや空の青、海の青に染ますただい。私はそれだけを願っていた。永遠の空をなす大気、無限の海をなす水、その透明の集合の狭間で漂う白鳥のように孤独でありたいとずっと思っていました。何も失わない、大切なことは決して忘れない。私が私であること、永遠に私であり続けること、何者にも侵されず永遠であること、その方法は唯一孤独であることなんです。私がここに残ったら緑はどうなりますか。
あの子は私と違う。この世界で生きることを望んでいます。私たちの願いは表裏で一致してるんです、直江さん。あなたが私のことを覚えていようとするなら、緑は再び忘れられてしまいます。私はそれを許さない。Get the coffin close. How? The kid does not wish that. リキくん、元気？お、まだ覚えてるんだ。そう、泣いていたんだね。あか！怒りたくもなるよ。そんなことしてる場合じゃないでしょ。泣いてないで、やるべきことがあるんでしょ。お姉ちゃんのところに行かなきゃ。そうだったね。じゃあお別れだね。少しの間だったけど楽しかったよ。さあどうなるんだろうね。初めてのことだからさすがにわかんないよ。もうリキ君に会えなくなるのは間違いないね。ちょっと寂しいかな。本当にリキ君はお人よしだね。優しいのはいいことだけど、その優しさはきっと優柔不断っていうんじゃないかな。それじゃあいつまで経っても手に入れられないこともあるよ。You should have forgotten about her. ずいぶんと勝手な言い草だよね。でもだから好きだよ、リキ君。うん、言って。リキ君は私たちの青なんだから。
What the fuck was going on, huh? He's just in the face of my... Will the army myself what I'm seeing what I'm seeing at God. Confusing. It's her shadow. お姉ちゃん、私をまたお姉ちゃんと呼んでくれるのですか、緑。当たり前じゃない。私はずっとお姉ちゃんのことを見ていた。だって私はお姉ちゃんのことが好きだから。昔から今までずっとその気持ちは変わらないよ。お姉ちゃんは勘違いをしていたみたいだけど。でも緑は私のことを恨んでいるのでしょう。私はあなたにひどいことをしました。妹のあなたのことを忘れて一人残ってしまった。本当なら私があなたの代わりに消えるべきだったんです。なのに私が残ってしまった。あの日お姉ちゃんが私の名前を答えられなかったせいで私は忘れられてしまった。お姉ちゃんが忘れてしまったせいで私は消えた。ごめんね、本当にごめんね。でもね、思い出してくれた。お姉ちゃんは私のことを忘れてなかった。だからまたこうして会うことができた。それで十分だよ。ですが私は緑のことを忘れた自分が許せませんでした。だから私はあなたと変わるつもりだった。あなたに代わってあの場所に行きたかった。その日が来るのを
ずっと待っていたのに、どうしてまた緑が消えなくてはいけないんですか。ねえ、子供の頃に遊んだこと覚えてる？お姉ちゃんが雲を見ては馬や女の子だって言ってたでしょ。それからお姉ちゃんがいろんな話をしてくれるの。はい、忘れるわけがありません。あの時私はあなたを傷つけてしまった。緑は見えないって言ったのに、私あれはね、仕方ないんだよ。だって私は空っぽだから。空に浮かぶ雲みたいにあやふやでぼんやりとしていて、それがたまたま人の形に見えた。だからお姉ちゃんはそれを人だと思った。私を妹だと思った。だから私には雲が他の何かに見えるわけがなかった。お姉ちゃん、私は最初からそういう存在なの。いつかは風に吹かれて散ってしまう雲みたいに。ううん、それはちょっと違うかな。私はいなくなるけれど、でも消えるわけじゃない。私にもやっとわかった。私がこれからどうなるのか。空っぽは満たされていっぱいになったの。もし雲が青かったら、きっと青い空に溶けて見えなくなる。でも確かに雲は空にあるのだから、私は満たされて世界に溶けるの。これからは空気みたいにずっと一緒だよ。なぜ緑が満たされるのですか。あなたは何も得ていない。私ばかりがあの温かい手に触れた、伸ばされた手を使って、そして満たされた。だから私も満たされたんだよ。お姉ちゃんは他の誰でもない西園美桜になるの。だってリキ君がこれからお姉ちゃんの隣にいる。お姉ちゃんはこれからリキ君の隣にいる。誰か大切な人がそばにいて、初めて人は自分になるの。他の誰でもない自分。お姉ちゃんはそれを孤独と呼んだ。それがお姉ちゃんが本当に手に入れたかったものだよ。だから私は満たされたの。意地悪ばかりしてごめんね。リキ君にも謝らなくちゃね。私はもう会えないから、お姉ちゃんが代わりに謝っておいてくれるかな。はい、じゃあ影を返すね。今まで貸してくれてありがとう。緑、お姉ちゃんさよならは言わないよ。これからも私もずっとそばにいるからね。もうお話はできないのですか。うん、もう顔を見ることもできないのですか。うん、だったらやっぱりお別れじゃないですか。うん、違うよ。お姉ちゃんがいつまでも私がそばにいると思う限りは、私たちはずっと一緒だよ。最後にやらなくちゃいけないことがあるみたい。じゃあね、お姉ちゃん。はい、私の大切な緑、これからはずっと一緒に。まったく最後まで面倒かけるんだから、しょうがないな。
全然目を覚まさないので心配しました。本当に直江さんはバカです。どうして私のためにあんなことまで。直江さんも聞きましたか。あの子はここにいます、私の隣に。それから直江さんの隣にもどうやら一人になり損ねてしまったみたいです。これからはずっと一緒です。直江さん、いつまで待たせるんですか。The bird stopped dead. It already died. Since. Ano.直江さん、もし謝る理由がキスをしたからだったら私は怒りますよ。私は私が望んだから直江さんにしてもらったのです。
謝りましたね。直江さん、それはまるで女の子みたいなセリフです。何かと思えばそんなことですか。はい。それにそんなことを言うなら私も初めてではありません。はい。直江さん、今度は怒りますよ。それは直江さんです。はい。先ほど人工呼吸を、はい、目が覚める様子がありませんでしたので、以前に本で読んだ通りに試してみました。まず軌道を確保します。左手を直江さんの額に当てて頭を後ろに反らし、右手を後頭部近くのうなじに置いて持ち上げます。それから直江さんの鼻をつまんで空気が漏れないようにして、私の口を大きく開け、直江さんの口を覆うようにして唇を密着させてからゆっくり息を吹き込みました。それを何度も繰り返したんです。慌てたあまり最初に直江さんの呼吸を確認するのを忘れてたのですが、直江さんは意識を失っていただけで自発呼吸はあったので人工呼吸をする必要は全くありませんでした。それは違います。助けられたのは私ですよ、直江さん。あなたと一緒なら私はこのままでいられるように思います。もう私を見失わないあなたを好きな西園美代です。夕焼けって赤いんですね。眩しいです。影が長いです。先ほどから同じセリフばかりです。お坊さんですね。でもありません。聞こえます。直江さんの心臓の音、トクントクンと脈を打っています。私と同じリズムです。生きてる。何がですか。それは交感神経が、いえ、不思議ですね。この先何度手をつないだらこの謎は解けるんでしょうか。そうですね。
西園、日傘はどうしたんだ？なくしてしまいました。そっか、何があったかは分かんねえけど、今度は一緒に野球やろうぜ。そうですね、考えておきます。慌てなくても大丈夫ですよ。何か思いっきり何かありそうな口ぶりなのですが、世の中には異性の食事姿にエロティシズムを感じる人がいるらしいですが、もしかして直江さんはそういう人ですか？ん？しかしてどうぞ。どういたしまして。それでどうなんですか？直江さんがそういう性癖の持ち主だったとは意外でした。新しい発見です。こうしてあなたのそばにいれば、こうして毎日新しい直江さんを見つけることができるんですね。ごちそうさまでした。ごちそうさま。作ったのは私なのですが、なんだか眠くなってきました。私の寝顔が見たいんですか？よし。何を突然言い出すんですか？誰も聞いてなかったようです。最高にデリカシーに欠けます。直江さんは親しき仲にも礼儀ありということわざを覚えた方が良いです。そういうことを言う直江さんは嫌いです。言っていて恥ずかしくないですか？まったくしょうがないですね。でも嬉しいです。ではすみません、お言葉に甘えます。おかしいですね、前はこんなことはなかったのに。直江さんのそばだと安心するのでしょうか。少しだけ眠ります。これからはずっと
wish, Midori, though. Give me the It is a good route. Well, that way it makes rise up. It is good emotionally, but some of this just doesn't make sense. It don't make sense. I mean, it's a key game, right? It's a key game. It's a key route, so some things are bound to be like that, supernatural. Yeah, I kind of question some things at some stage of the game. And it's kind of, I don't know. Let me explain it like this. It is confusing, but it succeeded at making me emotionally invested if I want to explain about that, probably. Okay, anyway, it's done. Alright, it's done. Thank you for watching. The next shirt will be Yui Post with Bottle Fight. Yeah. I'll see you tomorrow if I'm okay. Something to happen.